ソーラ。アンニュ、また今度ね。うお、いや、またね。また会ったよ。それじゃあイアパはリーダーなの？いいえ、リーダーはノート、年長者なの。もうすぐ陥没穴、魔物だらけなの。前は絵の具の材料が取れたんだけど。そっか、なら追い払おうよ。絵の具は大事だしさ、君がそうしたいならね。あ、ええ、もちろん、リーナ。あげる。済んじゃったの？ああ、ほら、お返しにさ。ありがとう。でも、取っておいて。ほら、レッチの巣を探しましょう。巣で画材が手に入るから見落とさないで。真っ暗だね。待って、レッチだ。巣もある。すごいカッターは。カッター、カッター。もっと松明をつければ戦いやすいし、必要なものも集められるわ。わかった。松明は任せて。行きましょう。任せて。よし、他にも松明があったら教えて。私が飛ばすから。マシだよ。どう？これで見えるわ。またすぐありそうね。
のも探そう。変な匂いがするね。腐った水みたいだ。これで見えるわ。ここにいたら迷子になっちゃうね。ならないわよ。大丈夫。気をつけて。言いかけた？どう？ああ、明るくなった。やるわ。これでよし。こんな騒々しい場所じゃなかったのに。本当よ。やるわ。これでよし。
もう少し。ねえ、そうだ。僕と一緒に来ない？どこへ？ミズガルズ。他の世界でも。どこでもいい。それはやめた方がいいと思う。動物たちを置いていけない。気持ちは嬉しいけど。近くに巣がありそう。でよし。やっぱ。スタート。やっぱ。今ので全部だ。ありがとう。機嫌治った？そうね。戻りましょう。何色なの？一つ選ばなきゃダメ？二つでも三つでも。よし、決めた。青。待って、やっぱり緑？黄色もすごく好き。はあ、でも赤も外せないし。ああ、嘘だろ。ベルグスラ、私たちが巣を壊してから怒っているのよ。僕らのせい。向こうからしたらね。Yeah!
平気？うん。君は？早くここから出たい。帰りましょう。運命を知れば何か変わると思ってたけど、僕はやっぱり僕だ。君の時はどうだった？何があろうとあなたはあなたよ。運命は受け入れなきゃならないものなの。じゃあ君は受け入れたの？そのはずだった。来た道戻るの？いいえ、陥没穴を迂回していくの。そうだ、君のお母さんも予知できたんだよね。巨人族はみんなできるものなの？一部よ、夢見するの。ああ、あれか。前にトールの夢を見た。トール？正夢になって家に現れたんだ。え、トールが？なんだかそれ悪夢って感じね。ああ、だよね。これは何？ああ、ホタルよ。凶暴なの？あなたって無邪気。綺麗だね。ええ。ちょうどよかった。何が？うわ、すごい。いろんな意味で変な体験だったけれど、でもあなたと会えてよかった。僕も。来る方法も分かったことだしさ、来たい時にいつでも来られるだろ。例えば？そうだな、全て落ち着いたらさ。ラグナロクの後にってこと？そう。いいわよ、きっと暇にしてるだろうし。さあ、ほら、登って。何があるの？近道。いい子だね。大丈夫、ヤーラ。君ならできる。ヤーラを休ませないと。うん。さっきも言ったけどさ、その、君の絵、本当にいいよ。励まそうとしてる？ああ、効果あった。また後で。
さあ、観念しな。そんな、黙りな。わめいても無駄だよ。今よ。今の誰？グリーラよ、彼女は…ダメ。どうしたんだろう、何も感じない。魂がないせい、グリーラが抜き取ったのよ。あいつの家はどうする気？もう狼が死ぬのは嫌だ。ついてきて。出くわしてもお願いだから、滅多なことはしないで。なんで？私の祖母なの。え？前はあんな人じゃなかった。私の父に運命を変えようとする気がないことを知ってから変わったの。なるほど。他の道を探しましょう。向こうには何かありそう？見てみる。さすが、行きましょう。Ha!
人族はここに住んでたの？昔から？お母さんのことが知りたい。僕が生まれる前の母上のことは何にも知らないんだ。ごめんなさい。私も何も知らないの。彼女は私が生まれる前に巨人の元を去ったから。グリーラの家よ。中が暗い。まだ帰ってないけど中に動物がいるかもしれないわ。急ぎましょう。扉があるわ。上を見て。あそこまで登らないと。向こうから上に行けそうだけれど、私には分からない。リーラはなぜ動物たちの魂を奪うの？動物たちの記憶に触れることで自由を感じるのよ。毛をなびかせかけている間は獲物と寝床のことだけを考えていられるから。でもまやかしに過ぎない。そっか。グリーラはいない。うわ、全部すごく大きいね。狼は？貯蔵庫の扉があるわ。中に動物を閉じ込めてるはず。何をしているの？ごめん。急がないと。鍵が刺さったままだ。回してみよう。ロキ、ほら、予言によれば君のおばあさんが僕を殺すことはない。予言を誤解してる。貯蔵庫の裏から吐息が聞こえるわ。確かに
でも声は聞こえない。奥に行かなきゃ。何も感じない。さっきと同じだ。もう手遅れよ。魂を奪われているわ。持ってて。何を？ねえ、嫌いな巨人はいる？え？忘れて。じゃあこれ。ちょっと待って。僕なら正しく使えるって。いずれはね。今すぐにじゃないわ。分かってる。でも隠れても見つかるよ、いつかね。見殺しにはできないだろ。自信あるの？いや。実はここから先が分からなくて。教えるわ。一緒にやりましょう。ふん。ベクヤ。ベクヤ。私にもわからない。ほら。もう投げ出しちゃうの？あなたの責任だって。わかってるよ。ただ僕より君が持つべきだ。
ロキ。ねえ、よく考えて。アトレウスって呼んで。わかった。戻りましょう。階段を上って。本当にごめん、ただ入ってきた場所から戻らないと気づかれてしまうわ。じゃあコップも元に戻さないとね。